間に合ったな。七代目とボルトの試合を見逃すわけにはいかないからね。試合じゃなくて忍び組みてな。緊張してる？どっちかっつうと嬉しい方が勝ってんな。嬉しい？あの父ちゃんはこうして珍しく約束を守ってくれたんだ。あん時のおめえを返上できるチャンスだろ。どういうことだ、これは。これは。こいつは科学リング。中忍試験においては使用を禁じられているものを使った。この忍びごては自分のチャクラを使わずに忍術を、しかも他人の術まで再現できる。本人の実力を見る試験の趣旨に反する。引っ込め、インチキ野郎。チートで優勝狙えた。この葉の暗闇し。お前は忍者失格だ。少しは成長したってとこ父ちゃんに見せつけてやんねえとな。その顔、秘策があるんだね。足倉洗顔はもう使えなくなっちまったけど、修行の中で別々の性質変化を混ぜるっていうアイディアをもらったからな。それは楽しみだな。ボルト、そろそろ時間だよ。もう科学任務なんていうインチキくせえおもちゃに頼る必要はねえ。真っ向勝負で父ちゃんに一泡を吹かせてやるってばさ。どうだ、新しい義手の具合は。チャクラの反応は問題なさそうだが、使ってみねえことには何とも言えねえな。ボルトにはまだ話してねえんだろう。今日がそいつのテストも兼ねてるってこと。その方があいつもやる気になるだろう。遅えぞ、ボルト。余裕じゃねえか、ボルト。真打ちは遅れてくるくらいがちょうどいいんだよ。頑張れよ、ボルト。頑張れよ。これは戦いじゃねえ、ルールのある忍び組手だ。先に相手を地面に倒した方が勝ち。分かってんな。さあ、遠慮はいらねえぞ。足りねえだ。やるからには全力で勝つ。影分身を踊りにするか。ま、セオリー通りだな。ナルトのケツを取るとはなかなかの玉だね。悪くねえ。おたら洗顔が消された。何がどうなってやがる。クソ、そうやってガードばっかりおまかす気じゃねえだろうな。そんなつもりはねえよ。そんじゃ父ちゃん、螺旋岩で勝負しろってばさ。サポート頼むぞ。おい、何企んでるか知らねえが、乗ってやろうじゃねえか。熱いねえ。君たち親子も一度勝負してみれば。お、めんどくせえ。クルトン月平賞、行け。印籠を渡してやるぜ。来い、ボルト。ボルト、いつの間に水筒なんか。力
かも7代目の右手を封じた上で。波に雷を。手合わせか。腕を曲げたな。水がなくなってく。さっきの螺旋岩といい、7代目術を吸収してる。どういうことかよ。ムカつく真似してくれるじゃねえか。だったらその髪ごとぶっ飛ばしてやるよ。忍びは裏の裏を読め。あ、よし、そこまで。いって、右腕が、あ、そうか、右腕の義手だけをその場に残しておとりに。なるほどね。でも術の吸収なんてどうやった。いい勝負だったってばよ。強くなったな、ボルト。